皆さん、こんにちは。ただいまに2022年受験対策税理士母材横断クラスに関するガイダンス講義を開始します、えー。担当はレッグの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。えー、本日はですね、2022年向けの合格目標でございます、母材横断クラスですね。 えーまあ、税理士の母財横断クラスという名前に類似するものっていうのかなあいろんな予備校さんもこの簿記論財表の同時合格を目指す母財横断クラスっていうのをね今あいろんなカリキュラムで各校創意工夫を喰らしてね、えー、講座展開されているところでございますが、まあ、この母財横断と簿記、まあ、論と財務諸表の同時合格を目標にする共通っていうのかな一つのクラスでね地、えー、講義を受けていただくことで。 ポキロン財表を一発で受かっていただくということをコンセプトに始めたクラスというのは私どもレックのこの母材横断が元祖でございます、えー、したがってまあそれなりに、ね、長いスパン、えー、培ってきた経験もございますんで、まあこのでこの、ね、母材横断クラスの利点などを、まあ、今日は15分程度という形で、ねえー、短めのお話になりますがあ僕の方から少しお話しさせていただければというところになるんですね でこの「簿記論」と「財務諸評論」と呼ばれるいわゆる税理試験の会計科目ってやつは、まあ、基本的にほとんど全ての受験生さんは合格をしなきゃいけない、まあ、一部ね、あのー、大学院等の専攻で免除を取られる方もいらっしゃいます方もねいらっしゃいますけど基本的には、まあ、会計免除を取る人ってあんまり多くないので、えー、圧倒的に税法の免除を取る方が多いですから、まあ、そうすると普通はね「簿記論財表」という会計科目はもういずれも合格していただくというのが前提になる科目でございます。 ね、でまた多くの場合って言ったのはいいと思うんだけども税理士試験を受験されるにあたって大体ですね一番最初にご選択いただくのがこの簿記論代表だったりもするんでね、まあ、税理士試験の入り口の科目でもあるし、えー、必ずみんなが受かんなきゃいけない道でもあるということを考えるとね、まあ、非常に重要性の高い科目であることは間違いないんですがこの簿記論という科目と財務諸議論という科目をね 年間通じての一つのクラスを調校することで同時降格を目指そうよというのがこの母材横断クラスのコンセプトなんですねで、まあ、私どものックの場合にはこの母材横断クラス以外に1年間通じて簿記論だけとか財務諸評論だけとか、まあ、それぞれ1科目ずつ受かっていただくためのコースというのもございますそ、ね、そちらはそちららはでございます。 まあそちらの方の方が当然のことながら簿記論に集中する財務省論に集中するっていう形になりますんでえじっくり一つずつの合格を積み重ねることにはつながりますからまあそれはそれでメリットはあるけどもねまあやっぱり早めに早めに試験勉強は終えたいとまあ当然のことながら資格試験ですからまあこれはねえ突き詰めて言ってしまうと早く試験勉強は終えてえ資格を揃えて え現場の方に出ていただくというのがやっぱり一番大事なことなので、えー、そういう前提から考えるとねやっぱり試験時間を極力短くしたいと、まあ、早め早めに試験の成果を出したいと、まあ、そういう方にうってつきなのがこの母材オーダーのクラスです。まあ、当然のことながら税理士・募金論税理士財・財、え、票、ー、募金論と財務諸評論をそれぞれ1科目ずつ学習する方に比べれば復習のウェイトなんかは絶対増えますよ。 ね、絶対増えますけど、ただ二科目分の勉強にはならない。ね、なぜならば、簿記論と材料ってのは相当程度計算論点でダブル部分が多いんですね。えー、ダブル部分が非常に多いから、まあ、母材横断で勉強してしまえばですね。その重複する部分を二回重ねて勉強する必要がなくなりますんで。まあ、それだけでも圧倒的にね。学習効果では高くなりますし。まあ、さらに申し上げると、一般論で言えばですけど。 論論のの問問題題と財務諸評論の問題、まあ、どっちも計算出るんですがこれね圧倒的に募金論の方が難しいですで去年あたりの試験に関して言うといや財布難しかったとで中にはなんか財務諸省論が難しかったっていう人がいら,いらっしゃいましたけどそれはちょっと僕はどうかなと思ってて、まあ、確かに去年あたりの試験は財務諸表論確かにね例年に比べて多少難しかったところはありますがでもね簿記論より難しいってことはないですね。 えー、まあ基本的に材料っていうのは計算領域とは言ってもね何しろかにしろって基本的に書いてあるんですよ。だ自分で考えたものを判断しながら問題解かなきゃいけないっていうのは少ないんですね。まあ、それに比べると簿記論っていうのは逆に言うと何しろかにしろと書いてある方のが圧倒的に少ない。問題の文脈等を読み取って当然の解釈でなすべきことを自分で判断して答えを出さなきゃいけないっていうのは簿記論ですからまあなんていうのかな。 僕よく言うんですけどねあの試験勉強の話として言うとどっちかっていうと表は知識を問う試験ですねだ知ってるか知らないかっていうところを問いますから変に応用転換持ってる知識を組み合わせて応用転換をしながら問題を解かなきゃいけないっていうところは少ないです。でそれに比べると知論っていうのはもう常に知恵ですね知恵っていうのはもう知識と知識を組み合わせてその場その場で臨機応変に対応するっていうことですねえいうのは知識っていうのはうあるわけでもまだどうにかなるんですけども知恵っていうのはそういうわけにはいかない。 知識をしっかり固めといてそれを自分で組み合わせねえこの論点とこの論点のこの思考を組み合わせることによって回答を導出しなきゃいけないとかってそういう形の問題が多いのが簿記論なんですね。でそういう質的違いっていうのがあるからあ圧倒的にねただまあこの母罪オーダーのクラスの一つのコンセプトとしてはねその簿記論と財務省論で共通する計算の部分を より難易度の高い簿記論想定で常に勉強をやってっていただいてで最終的に財務諸表の書き方すなわち財務諸表論で問われてくる計算の回答の立て方を上乗せするっていう形で対応しますから「財表」という科目に関して言えばですけど圧倒的に通常の財表のクラスよりも応用度の高い論点ないしは応用的なものの考え方なんかを皆さん方にお伝えすることができるんで例年ですね 母材オーダーのクラスをご聴講いただいた方々は財務省の計算非常にいい点数で受かっていただいてます。それがやっぱり大きな特徴であり武器になるんだと思うんですね。一般的な財料受験生さんに比べるとより応用度の高い計算技法であったりとかあそういったものを身につけてる分だけやっぱり問題解くのも早いんですよ。で早いだけじゃなくて点数も当然高いと。だから あこのね計算科目において特に財務諸論という科目においては計算領域で圧倒的な強みを発揮することができるっていうのが母材横断受験生さんのまあ大きな武器なのかなというふうに思います。でここら辺の話をね、まあ、少しパープにまとめてみたんですけど、まあ、税理試験の会計科目母規論代表ねこの2つの同時合格を目指すのが母材横断ですが母規論というのはう100%計算のみですから、まあ、計算というのは要は日照物件定の3級とか2級の問題あるでしょ。 あれが税理士レベルになるとことです。問題の形は変わらないです対してね対して変わらないけど問われる内容が税理士レベルになる。で対して財務諸表論っていうのは計算が半分、理論が半分、えー、出ます。で計算っていうのはまあそのまんの通り一定の決算整理なんかをやってもらって P/L とか B/S を作りましょうっていうのは計算問題。でもう1個の理論っていうのは会計理論の論述なんですね。例えば減価償却っていう行為あるでしょ。 原価消却を行う目的は何ですかとかその効果は何ですかって聞かれますからそれを論述するんです。で,論述で答えていいただく理論っていうのが半分あって純粋に計算やる,のが半分あるんです、ね、であるんだけどもこの財務諸評論における計算と募金論の計算完全にダブりますっていうか募金論の方が圧倒的に広いし深い。ね、で母財横断の最大の特徴ってそこにあるんです。 より難易度が高くより専門性の強い簿記論の計算能力を前提に計算対策をやっていただくから財務諸評論は比較的問題がベーシックなんですよ。ね比較的ですよ。簿記論に比べればベーシックだしなおかつこれ出題される論点がある程度定型化されてるっていう特性もあるんですね。だからこれねあの簿記論の能力を相当高めていただければ財務省の計算は比較的余裕に受かります。で近年の試験の傾向で申し上げるとね あのー、財務省評論理論の部分っていうのが近年の試験非常に難解な問題が出やすい傾向が強いのすなわちそのののの試験の先生のお考えに沿った形の論述しななきゃいけないけような問題が結構出るんですでそうなるとねそういうね個々の先生のお考えに沿ったような理論対策なんていうのは税理試験の場合には正直言ってやりきれないしまたやる意味もない。 なぜならば大多数の人たちがそういうねある意味コアな問題って書けないんですよ書けないから捨て物なんですで捨て物になってくるから本当にベーシックな基本的な部分だけ理論は書ければそれでいいんですでここね10年ぐらいずっとそうですここ10年ぐらい財務諸評論は理論は最低限拾うべきものを拾っていただいて計算で取るだけ取った人が受かりますこれ間違いないですこれはね今の試験ここ10年は間違いなくそうですけど あの計算が全然できない。まあ、百点満点の試験のうち、五十点が計算で、五十点理論なんだけど。ね、私の母材オーダーのクラスの方々、去年なんかも結構数字が良かったんだ。あれなんですが。あのー、代表の計算は、もう常に目標五十点のうちの四十点以上ですから。で、実際に僕の受講生さんは、毎年毎年合格される方四十、余裕で超えてます。ね、できるんです。これ。より難易度の高いことやってると。ただ、理論ってね。正直言って、みんなそんな点数取れない。 ななぜならやっ,やっぱり今言った通りレアな問題が出てくるからで僕らの時代の理論っていうのは理論っって名前のの暗記だったの、うん、要は会計ルールによ、ね、会計基準と呼ばれる会計ルールがあるんだけどその規定分のポイントになるところを丸暗記しとけばそのまま問題出たんですだから極端な映画ですよ極端な映画ですよ僕らの時代って内容をさほど理解してなくても決まりきったた定期を覚えておけばそれで対応できたのだから僕らの時代は座標の理論って言ったら理論という名の暗記だったんです でそれでどうにかなっただから計算とかであんまり得意じゃない人っていうのかな計算問題で解くのが得意じゃない人は理論に逃げることができたんです僕ら時代ね。計算そんなに点数取れない例えば20点台とかしたら取れないでも理論が暗記やっとたらなんとかなるからだから理論でしっかりカバーすれば十分合格できたそれが僕らの時代20数年前ですでもここ10年ぐらいの材料はもう違います理論は丸暗記したって書けないんです僕らの時代みたいに定型的なものを全部が全部出してくるがそうじゃない そういうのが出るところもあるけども基本的にはやっぱり本当にねその先生に沿った考え方を書かなきゃいけないんですよ。でそうするとじゃあその先生のための研究やりましょうなんて話になっちゃうとねそもそもだってそれ1年間かけて理論だけやればいい話じゃないんでそれはね現実的に試験勉強として整理しないんです。ね 何年もかけて受験準備を進めるような手法試験とかだったらまだいいかもしれないですけど財表なんて税理試験は基本的に年一ですからその先生の色に沿った形の研究なんていうのは論理論メインでやったら計算ができなくなりますんで計算ででできなくなくっちゃうとそこで負けるんですよだから今現在の試験財表ってのはもう間違いなく言えますけど計算をすするものが確実に受かりますでこれね計算できない人はどんな理論を頑張っても絶対受かんですよ今の財表って。 これはもう皆さん一つ参考として聞いておいてもらえればいいんだけど簿記の計算が嫌いだ財務収容の計算も嫌いだだから代表の問題一生懸命解いても30点ぐらいしか取れない30点ぐらいしか取れない人が理論に逃げるうんそうだな僕,に僕は理論に重きを置くんだっていうのはまあ30だったら何とか成立する時もあるかもしれないね50点入ってのうちの30点ぐらいしかいつも取れないんで理論に重きを置きますっていうのは もしかしかたらギリギリ整理するかなと思うただ僕はちょっと危ないと思うけどね。で、ね、でもそれぐらいだったらまだって思うんだけどこれね正直言って当連なんかをやった時にね20点台の人計算問題が財料の計算問題が20点台中頃ぐらいまでしかいかない人は理論に逃げてももう無理です断言しますあの。半分ぐらいしか点数取れない人が理論に重きを置いたところできません。なぜなぜらばあ今言った通り にえー、理論ってねやっぱり決まりきった定型的なところをしっかり拾うことによって補完的に点数積むってのは今の戦術なんです。で点数そうするとよいいですか計算で問題解ける人ってのは会計ルールの考え方を分かってるから解けるんですから当然そういう人たち計算できる人ってある程度理論も取るんですよ。でしょでその方々は計算40点超えてますからね。 でそうすると計算で25点ぐらいしかできない人が理論で1箇所2箇所点数多くったって全然足元にも及ばないですから理論に重きをかけるってのはもう基本的に僕は常に33点とか取れる人じゃないともう話整理しないと思いますで20点台だともうちょっと意味ないですねだからそういう形になっちゃうねでそういう形になっちゃうんでやっぱり今はもう計算なんですねだから先ほども申し上げた通り、えー、そもそも簿記論の代表ってのはもう難易度が圧倒的に簿記論が高い のの方がが難易度が低いんです計算論点はだったらより高難度の簿記論を前提にインプットを測って最終的に財表は解答時の書き方だけを抑えていけば当然より難易度の高い視点で物事を捉えるようになるから材表の点数の引き上げが図るしですなおかつ最初っから簿記論合格を目指した計算の講義を受けていただいてるんだからこっちで当然合格を目指す。でこの相乗効果ですね。 より難易度の高いものを前提に勉強をやっといていただいた方のが当然ダブル合格には効率性が高いだから僕の授業ねこの母材横断の僕の担当させていただく授業っていうのはもうとにかくとにかくですかもうこれがメイン計算を制する者が試験を制するんだとこれがもう間違いない僕の信念ですで現にこれで私の受講生さん毎年多数受かっていただいてますで受かっていただいてるんで僕はもうこのコンセプトを実現するためのですか講義をやっていきます ね、だからまあこのね効率性の高い学習をすることでより短期間にね確実に合格を積み重ねて早く皆さん方に現場に入っていただいて税理士さんとしてご活躍をいただきたい、まあ、これが僕の思いなんで、ね、やっぱりこの講座を選ぶ方々っていうのは普段お仕事がお忙しかったりね大学の講義がお忙しかったりっある程度制約の多い中でそういった難関試験である税理士を志される方々が多いですから。 やはり皆さん方に最小限度のご負担で、えー、合格を目指していただくためにはどうするかっていうのを長い長い経験を積んできた私どもレッグの母材横断先ほど申し上げたとおり元祖ですからあ今までのノウハウがありますんで、まあ、そこの部分をね前面に出してご提供することでより効率的に合格をしていただきたいというふうに考えております。あまあ、最後に一言申し上げるるととすれば母材横断をやることで 基本的な勉強をすれば二科目分の勉強時間だったものが一科目になるかって言ったらそれは違いますよあ,のあくまでも試験は二科目受けるんだから、まあ、募金論と財表をそれぞれ受けることに比べれば1.5科目とか1.4科目とかそれぐらいの分の勉強で済むとは思いますただ一科目分にはならないだから募金論だけ勉強するとか財表だけ勉強することに比べれば当然学習量増えます増えますけども二科目勉強するよりは絶対的に学習量は減ります でなおかつ同じレベルのね問題ではなくて片っぽが簡単で片っぽが難しいっていう前提があるんだからより顔難易度の計算を前提に勉強をやっとけば包括的により対応しやすい問題のところも対応が取れてるっていう結果になるから相乗効果を発揮させやすいと思うんで、まあ、短い時間でね早め早めに結果を出したいなというふうにお考えの方には是非前向きに ご検討いただける講座ではなないいかなと思いま,すでまあ細かいお話もね当然いろいろ気になるところもあると思うんですが今日はあの 15, 分15分間程度の簡略版ということなんであんまり余計なこと言うと普通のガイダンスと同じになっちゃうんでね、まあ、もう少し長い時間でお話しさせてるものも私どもレックのホームページには載せさせていただいておりますしまたガイダンスうんぬんというよりもねやっぱりお一人お一人状況も違うと思うんで置かれてる個別の状況を勘案して コースの選択とかをご相談いただきたいという方もいらっしゃるでしょうから、まあ、そうしましたら私どもレックの方にお電話なりメールなり、えー、または直接各,の、ね、各地の本校校舎の方にごそおいでいただいてねご相談いただくことも全然できますのでぜひ、まあ、そういった機会を前向きに捉えていただいてね、えー、ご活用いただけるとありがたいなというふうに思います、はい、以上で、えー、本日のガイダンス講義は終了です皆さんお疲れ様でございました